はい、それではシビックですね、EG6 市場インプレッション行ってみたいと思います。173,500キロです。前のオーナーさんからですね直接買い取りをさせていただきました。で、仕様的にはまあ駅間に、マフラー、変わってという感じで、まあ車外のホイール入ってますけども、サイズ的にはね純正と同じサイズかなという感じで、まあ比較的ノーマルに近いような感じの、仕様になっております。いい音ですね、心地いい感じ、そんなにうるさくもないですし、あとは乗り心地がね非常にいいですね。あの見た感じ車高がね下がってるので足が変わってるかなっていう感じはするんですけどね、あの非常に乗り心地はいいですね。特に異音とかもしてこないです。ブレーキの効きも問題ないですね。で、この車の、まあ、エンジンルーム開けるとですね、結構あのヘッドカバーなんかも綺麗ですし、あとSBも多分ね新しく変えてると思うんですけど、非常に綺麗に、なってましたね。なんでまあ比較的ねメンテナンスはしっかりと、されてた感じの車かなと。アクセルのレスポンスもすごいいいですね。なんかばらついてる感じも全然ないですし、外装は結構もうね塗装やられちゃってるんですけれども、もうね、走りに関してはねすごいいいですね。ものすごく乗りやすい。うん、ミッションも特に違和感なくすこすこと入ってきますね。今日相当暑いんですけども、エアコンの方はどうかな。あ、冷たいのでできますね。なかなかあの外観はね結構あれなんですけど、乗るとすごいいいですね。そんな感じの、シビックです。はい、以上、シオインプレッションでした。